こんにちは、美容室アームの鎌田です。今日で世界が終わるとしたら何をしていますかということについて話をさせていただきます。過去68年間生きてきて多くの方と巡り会うことができ、仕事でも多くの方と巡り会うことができて、自分も成長させてもらったこと、健康第一でここまで来られたこと、世界中のすべての人が日々元気に健康第一で過ごせることをお祈りしたいと思います。それが今日で世界が終わるとしたら何をしますかという私の答えです。ありがとうございました。